柳作子。1922年、松竹蒲田に入社。身長140センチ台前半と小柄だったそうです。幼少の頃、父と母を亡くし、天涯孤独だった柳作子。戦後は健康を害し、1963年、60歳で亡くなりました。川崎浩子。実家は川崎大師のすぐ近く。和菓子屋を営んでいたそうです。1929年、松竹蒲田に入社。芸名の川崎浩子は川崎大師と弘法大師にちなんで付けられたそうです。夏川静江。6歳の頃、日比谷公園で遊んでいたところ、スカウトされたそうです。1930年代初頭、映画雑誌のグラビアで多くのファンを水着姿で魅了したそうです。坂井米子。1920年、日活向島撮影所最初の女優として入社。一時期、日活映画の女王として君臨しました。岡田芳子。撮影中失踪するなど、お騒がせ女優としても話題に。1938年、夫と共にソ連へ亡命。人気女優の亡命は当時大ニュースとして世間を騒がせました。1972年、35年ぶりに帰国。その後、日本の芸能界に復帰しました。岡田芳子の墓は東京都府中市の多磨霊園にあります。岡田芳子はその後再びソ連に戻り、1992年モスクワで亡くなりました。